チームは今週ハワイキャンプに。連日午前午後の2部練習の中、アメリカメジャーリーグサッカー西地区3位のバンクーバーと練習試合。FC との45分では徳良が得点を決めています。ハワイでメンバーを絞り込みたいペトロビッチ監督、全てのポジションで激しい競争が生まれています。基本のフォーメーションは 3-4-2-1。 ワントップの候補はジェイ、徳良、内村、ヘイス。サナティップは沖縄キャンプでシャドーストライカーでしたが、ハワイに入ってワイドのポジションでも試されています。ボランチも激戦。注目されるのはゴールキーパーからのビルドアップに重要な3バックに、稲本や宮澤など中盤の選手が起用されている点。開幕まであと15日、スタメンはどうなるのか。今日からパシフィックリムカップに参戦。まあまあハードな練習の中でチームは成長していってると思うので、手応えだりっていうのはあると思いますし、新しいミシャさんのサッカーも徐々にですけど浸透しつつあるので、こうナショナルゲームをする機会っていうのは札幌にいてすごく少ないので、今のメンバーも国際試合を経験している人がそこまで多くはないと思うから、ぜひこの2試合でいい経験をして、それを次の熊本であったりだとか J リーグ開幕に生かしていければなと思います。今日行われた試合の結果です。来週は熊本で3次キャンプに入ります。แม่ครับฮอกไกโดเขาจะพูดคำว่ามากว่านามาระครับผมจะส่งบัมคูเฮนที่อร่อยนามาระของฮอกไกโดให้นะครับนามาระอุมาจากชนาทิพย์ที่พยายามสู้อย่างนามาระนามาระบัตาบัมอิชิยะハワイで2次キャンプを行っているチームの最新映像が届きました。2月24日の J1 開幕まであと2週間ちょっと。コンサドーレは現在常夏の地ホノルルで力を高めています。昨日の最高気温は 26.7 度。昨日は練習試合を3本行いました。ペトロビッチ監督から伝授された攻撃的サッカーを実戦で試すメンバー、相手は同じくハワイでトレーニングをしているバンクーバーのプロチームです。ペトロビッチ監督が言っているのは、走りながら考える、考えながら走る、この2つが別々になることはないということ。自分たちの体にその教えを染み込ませているのが今の時期なんでしょうね。コンサドーレのハワイのキャンプ、2月11日日曜日まで行われます。常夏の地
こんがりと肌も焼けてですね、北海道に帰ってきてもらって、さあ今年も J1 定着を目指す戦いが始まります。コンサドーレのキャンプ、ハワイの後は熊本に場所を移して行われます。J1 開幕前に、さあしっかりと私たちもコンサドーレを応援していきたいところですね。